ありがとうの神様小林聖官第七章人間関係が楽しくなるこの人はこういう人だと丸ごと認めればすべての人間関係はうまくいく人間関係をオールマイティに解決する方法が 2つあります1自分の周りの人すべてを人格者に変えてしまうこと人格者とはどんなことに対しても笑顔をを絶やささず温かさを持って接すするることができる人でき人ただしこの方法だと一人の人格を変えるために説得に次ぐ説得を重ねる必要があります。 自分の周りの人を全て説得しようとすると時間がかかりすぎてしまうため現実的ではありません。2自分が人格者になってしまうこと他人を変えるのは大変なことです。なかなか変わってくれませんし仮に変わったとしてもこちらの思うようには変わってくれないものです。ですが 私が変えるべき相手も自分一人ですから自分が変わりたいように変わればいい。イライラしたくない腹を立てたくない人と争い事をしたくない人から何かを言われた時に気にするような自分ではありたくないと思うのであれば。 自分が希望する自分を作り上げればいいわけです自分を変えることで一番得をするのは自分ですなぜならその人格でいることが自分にとって心地よいのですから損得感情で考えてみても最も楽で楽しく簡単に人間関係の悩みを解決できる方法は 自分を変えるるここととイコール、自自分分が人格者になることです。自分の周りにいる人を自分の思い通りに気に入るように変えたいと思うから人間関係はうまくいかなくなります。すべての人間関係をうまくいかせるにはその人はその人であるというそのことを 丸ごとと受け入れることです目の前の人が自分の考え生き方価値観とは違うことを認める説得しようとか理解してもらおうとか思わない方がいいようですある女性が私にこんなことを言いました結婚して15年経つのですが夫を変えるには まず自分を変えることなのですね確かに自分が変わる方が夫婦関係人間関係はスムーズにいきますですがそれは相手を変えるためではありませんこの女性は勘違いをしているようです夫を変える必要などないのです夫を変えるのではなくこの人はこういう人だ とと丸ごと認めてしまえばいいその方が自分にとって楽だと思いますどうしてうちの妻は口答えばかりするのだろうと思い口答えをしないように説得にかかる夫がいます説得するのではなく「この人はきっと言いたいことがたくさんあるのだろう」だから自分は ただ黙って聞いてみようと思って聞き始めると妻は夫が言いたいことを聞いてくれるので口答えをしなくなるのではないでしょうか自己顕示欲復讐心嫉妬を持つ人は人を遠ざけてしまう。 人間は、そもそも大したものではないのに、成長していくにつれて、心の中に3つの感情が芽生えてきます。1. 自己顕示欲 2. 復讐心 3. 嫉妬です。この3つは、人からもてはやされて、高い評価を受けるようになった頃に出てきます。 これらはすべてマイナスのエネルギーであり神様から嫌われる性質です。自分のことを大したものだと認識したいと思うから自己顕示欲が湧いてきます。みんなが自分のことを大した人だと認めるべきだと思っているからそうならないときに嫉妬が芽生えます。 他の人がちやほやされているのを見て、どうして自分にはそうしないのかという思いが嫉妬です。また、人から何か気に入らないことをされたとき、それを5倍、6倍にして徹底的に嫌がらせをしてやるぞと思う気持ちが復讐心です。先日、高い技術を持った人にお会いしました。 その人の実力は確かに誰もが認めるところです。しかし話を聞いていると自分がどれほどすごい人かという話に終始していました。自分の話ではなく技術の解説をしていたら聞いている人はさらにその人を尊敬したでしょうしその人はさらに喜ばれる存在になっていたでしょう。 ところが雑誌に紹介された「有名人と知り合いだ」という自慢話が続いたのです。どれほどすごい実力を持った人でも口から出るのが「自分がどれほどすごい人か」という自己顕示欲。「自分はこんなにすごいんだけど別の人が評価されているのは許せない」という嫉妬。 いつか見返してやるんだという復讐の言葉ばかりなら誰も話を聞きたいと思いません自己顕示欲復讐心嫉妬の3つの感情を持つ人は損をしているとてももったいないと思いますどれほどすごい人物かというのは自分から話さなくても 伝わるものですすごい実力を持っているのだったらただ黙って行動で示せば誰もが認めてくれるでしょう多くの人から尊敬されるには 知識知恵知性の3つが必要人は3つの「知」がそろって初めて尊敬されるようになります3つの「知」とは1「知識」2「知恵3「知性」です1つ目の「知」は「知識」「知識なんかいらない」「知識は邪魔だ」 という人,もいますが人間には最低限の知識が必要です2番目の知は知恵私が考える知恵とは知識をいかに日常生活に埋め込むか実践するかということです知っていることを実践することが知恵です例えば一期一会 という言葉は一生涯でこの人と会う時はこの一度だけと思いなさい生涯で最後かもしれないだからその人を大事にしなさいという教えですがそれを知っていることは知識です目の前の人を大事にし大切に扱うことを実践して初めて知恵になります たくさんのことを勉強し知ってはいても実践しない人がいます。一方で何も知らないけれど笑顔で実践している人がいます。どちらが実践者でしょうか勉強をして知識を身につけるのは楽しいことです。けれどどんなにすごいことを知っていても実践していなければ 知らないのと同じではないでしょうか。仕事も順調で人間関係も良好、健康にも問題がないとき、ニコニコすることは誰にでもできます。しかし仕事も家庭もトラブル続きで家族とも同僚とも喧嘩ばかりしている、体調も悪い、そんなときにニコニコしていられるかどうかが、 まさに実践なのです知識を持ちそれを実践して知恵にすればそれなりに称賛されたり評価されたりするでしょう。ですが尊敬されたり敬愛されることにはなりません。尊敬や敬愛を集めるには3つ目の知である知性が必要です。 知性とは分かりやすく言うと謙虚さのことどれほど称賛されどれほど評価されても決して威張らないうぬぼれない慢心しないことです実るほど神戸を垂れる稲穂かなということわざがあります人間も学問や徳が深まるにつれ謙虚になる という例えです。社会的な地位や評価身分経済的優位性を身につけると人は自分を見失い謙虚さを保つのが難しくなります認められれば認められるほど神戸を垂れるこれが私の考える知性謙虚さです知識と知恵に加えて知性を持つ人は 多くの人に尊敬されることでしょう。